そう、うん、ない。すごいガッチガチに今日メイクしてたんで、すごいあの張りがあっていいわ。あ、カジーの部屋のゲストはゴーさんかもしれないですね。そうです。でも私もっとあの自分の話ばっかり今日しちゃったけど、私あんま自分の話をこいつうわーってする機会がなかなかないけどさ、あの吉田郷さんの話、あ、そう、ごめんなさい、止まってしまいました。普通にもう超 聞きたいですよね。なんか少しお話がパッて出るたびに本当はそっちにこう、あえって言いたかったんですけど、今日はちゃんとお話しなきゃと思って。そうそう、聞きたかったことがいっぱいある。呼んでもらえるように頑張る。大きくなって、もう大きくなってまた呼んでもらえるように頑張ります。まつげで気合い、あ、ほんとまつげガンガンに上げてったんですけど、どうでしょう。初耳あでも私結構いろんなこと言っちゃったからさ、後々不安になって社長に確認したら、ね、あのよかったって言ってくださったんで、セーフセーフ、持ち帰ってきました。急いで帰ってきました。すごい皆さん、ツイートとかすごくしてくださってありがとうございます。ああ楽しかった。でもお腹は空いたけど、明日は撮影なので食べれません。うう、だからお菓子1個もらってそのお菓子だけ食べました。うう、いいね祭りしたいと思います。楽しく話を聞いていたらあっという間に2時間経っていて、この機会だからこそ出てきた話もあっていい時間でした。また機会があればいいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。会社さんのオーディションの話は聞いたことあったのだが、どういうきっかけでなぜ受けようと思ったのか、この部分だけすっぽり抜けていたので、それが分かったのでよかったって。いや言わないもんね、なかなかね。いや本当に家事がどうして今の家事になったのかっていうのがすごいよく分かる2時間でした。今回の話に戻りきつつ、やっぱプレネ会社らしさ、また今度出る時にどんなエピソードが増えてるか楽しみになりました。いやありがとうございます。嬉しいね。本気で会社さん本出そうだって。いや出せるかなって、うちもうちょっと濃くなれるように頑張りたいと思います。ありがとう。泣ける話、笑える話、いろいろ聞けて楽しかったです。トークが上手であっという間だったのでまた呼んでほしい。緊張しちゃったけど、あの本当郷さんがすごくいろんなこと引き出してくれて、ちょっとすごい早口になってしまいました。あちゃあちゃ。ありがとうございます。そして家事売れたなって言ってくださってる方がいる。頑張ります。いやでもそんなことないんよ、呼ばれたとこにでも売れてないんですよ。売れるように頑張ってます。でもはい、さながら会社までの中高な2時間。ゴーの部屋、カイシマさん面白かったな。それこそスナック梅子で花リコーダーを披露でカジさんのことを認知した口なので、それ以前のカジさんのことを知れていろいろあったんだなと、周りの大人の人たちに縁に恵まれてるなとも思った。主婦の人たち、いや本当そうなのよ。スーパーの皆さんはすごい優しかったな。今も優しいし。お腹が空きましたと幼稚。とても良かった。カジしない人も見ていたので、会社前やアップガニキのことを知ってもらった、必ず爪痕を残す女って。本当ですか。山田社長の初印象反射かと思いました。正解です。いやいや正解じゃないよね。そして、会社前回楽しかった。スナックメコで知ったから、知らないエピソードたくさんあったけど、人柄の良さが半端ない。そこは崩さないように頑張ります。ありがとうございます。やばよぶ、あやばよくば、カジシマへのテロップね、テロップめっちゃ面白かった。そしてまだ20代になったばっかりなのに人間力がすごいんだよなって。でもうち人間力っていう本読んだよ。いい話たくさん聞けた。僕らの時代でいつか聞きたいくらいじゃない。そんな大丈夫だったかな、ちゃんと話せたかしら。この日は最高に面白かった。いろんな話は聞けたので、この2時間を総括して言えることは、茅島彩という人物を応援して損したことは一つもないし、むしろ得では、茅島彩という存在はラップガニキにめっちゃ必要だよって思うことかなって。わー嬉しい。知らなかった話も聞けて本当によかった。掘れば掘るほどエピソードの出るアイドル、あっという間に時間が過ぎた。ぜひまた呼んでください。いやーそんな嬉しい。
めっちゃ濃かったな、カジオやっぱ世界一応援したい、ありがとうございます、嬉しい。エゴの夜会社迎え楽しかった、カジーの生い立ち、アイドルになるまで、アイドルになるまでの話、アイドルになってからの苦労話いろいろ聞けた、カジーが愛される理由は分かる2時間、あ、いや、皆さんが優しいからです、ありがとうございます。一瞬社長にハマったのよ、社長一瞬ハマったのよ、社長に一瞬だけね、一瞬だけね、視聴者1万人突破めれた、うわーそうよかった、本当にいけて、いい話の大盛り上がり、梶島彩さんのあの明るいキャラクターの裏にこれだけの苦労を抱かないか苦難を抱えているのを初めて知った、でもその中で前を向く心をしっかりと、あーごめんなさい漢字が読めない、誓ってかな、ゴーさんの言う人生伏線の回収、映画できるのだと実感、第二の朝日の海の、いや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 、そんなそんな、 TIFF2018 のスナック梅子のナリコーダー伝説の名シーン、そう2018だ、そうだそうだそうだ、嬉しいな、こんなたくさん買った、カリネーさんオーディションのネタすごかったって、あー確かに、これについては話すつもりもなかったからね、うん、まああの場ではああいう言い方をしたけど、まあ仮のオーディションにで言う、なんて言ったらいいのかな、難しい なんか人のせいみたいになっちゃうから嫌なんだよ、なんかそうじゃなくてもなんて言ったらいいのか、でも仮のオーディション受けないかっていうお誘いをいただいたのは本当です、うん、これは実はそんなことがあったっていう、それはいろいろあったけどメンバーにも言ってないからね、知らないでほしいし知らないでほしかったことでもあるしでもせっかく呼んでいただいたからこそ今しかお話できないかもなと思ったし、アップが2期だけどアップがだから、私は、うん、きつかったよ、でもあの時は本当にあの1年は本当にきつかったです、だからあんまり言いたくはなかったけどね、言いたくはなかったし、これ以上今日以外で話すこともないのかもなとも思うしね、そう悔しかったです、だから自分が迷ったことも悔しかったし、こう迷ってる自分が悔しかったんですよね、でそれがマジです見えなかったから分からん、あとアーカイブがこの後出るのでよかったら全然見てね、今日の話は、見た人にしか分かんない話をするつもりはなくって、全部しっかりお話、そんな長くないけどやるかなと思ってるんで全然また見て、ありがとう、今日ショールームバージョンをお送りする感じかな、ありがとう、ただいま、そこの話は難しかったんよね、やっぱその1年は、うん、すっごい噛み締めながら1年過ごした思い出いっぱい考えたもんな、あの時は、でも私の選択は間違ってないと思ってるし、気に入ってよかったってやっぱ思ってもらいたいしね、うん、少し残念な思いもさせた方もいらっしゃったかもしれないから、すごく話すの迷ったけど、自信がなかったのには間違いないかもしれないしね、うん、やっぱり私は2期にいたいっていう気持ちが頭から離れなくて、彼さんオーディション受けるのは断っちゃったんだけど、
長く時間をいただいちゃったしねメンバーはでも他にもメンバーで言われてる子いるかもどうかも知らないし、迷ったのはでも私だけなんじゃないかなとも思うし、普通だったよね、アブが2期で私はやるんでっていうのが普通かもしれないけど、それぐらいの気持ちでうちもやってたし、でもアプガニキのグループのことを考えたら自分の感情じゃなくって、まあ、いろんなこと考えなきゃなとも思うしね、すごく悩んだ1年もありましたそんな詳細はぜひ YouTube で見ていただけるので楽しみにしていてください。でも今は本当にアプガニキ、私を居場所をくださったアプガニキ、ここでなんとか頑張らせていただけるということなので頑張ります。本当にそうね、びっくりさせちゃった人もいたかもそうね、うん、でもやっぱり挑戦はしていかなきゃっていう気持ちもあったからすごく悩んだよね、うん、そうね。細ちんさん、くまありがとうございます。いただきました、ありがとうございます。くまもらっていいですか、なんか聞きたいことありますか今なら答えますありがとう。おいちゃん、誰もありがとうございます。だから必ずアップガニキに私は貢献したいです。させてもらうからには私のことを受け入れてくださっているからには頑張ります。いつクビになってもおかしくないんで私はっていつも言ってますけど本当に頑張ります。でも本当にそれぐらいだと思う。私はみんながいるからですよ。ごまさん、空気ありがとうございます。でこれをメンバーに聞かれたくないなってすごい思ってる正直今、うん、あ、ツアー来てねそれも握りたいね。なんで腹をくくってきたんだろうって、くくったか、なんだろうな、みんながみんな大変な思いしてここまで来てるのは間違いないかもそれは私はこうやって話せる機会があるけど、メンバー全員が何回も転んで立ち上がってってなってると思うんだよね、うん、そういうの言ってくれる方が嬉しいんじゃない。だって、どうなんだろう、私はあんまりそういうのを言うのが得意じゃないから分かんないねフフ絶対優しいもんだってメンバー全員絶対優しいんだよ。それが苦しいのよやっぱり苦しいよね、そういう嬉しいけど苦しいよ。このメンバーは優しすぎるから。さあ、ぶっちゃけ何があったのか全然わかんないけどコメントしますって。あ、じゃあ今日ワクワクしてもらおうこの配信で、ありがとう。あ、でもそれだけはちょっと言っておこうって思ったことは言えたかな。多分見たら
見るのも楽しくになってくれたかな。はい、ということで、バイ喋ったな今日。バイトのエピソードが好きだって嬉しい。私も大好き。でもバイトってさ、結構さ、いろんなのやったりとかするじゃないですか、高校生って。私はでもスーパーのアルバイト一本だったそうそう、王さん本当にいろんなことしてくださっててすごく嬉しかったな。マジでびっくりした。自分は赤人の優しさにたくさん救われてると思ってるって。いやー、え、そうかな。もう人間で一番必要なのって思いやりだもんね。私はもうちょっと気の配れる人間になれるように頑張るわ。2時間喋ってたのか、よかった本当に。永久欠番ロッカー、いや本当に今もあるんですよ、カジシマロッカーが。本名だからカジシマのままだし最近は実家から離れちゃって最近行ってないけど、実家に戻ったら必ず行くようにしてます。配信見ててファン増えそうで嬉しいって。増えてくれ頼む。ツアーにも来てほしいな。ただ今チケットこちらで、チケットこちらで浜町カジノ、カジノサイン入りですトーク力本物。いや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 、そうです、そんな、いやちょっともっとまとめて喋りたかったんだけど、ダラダラ喋ってしまった部分もあったり緊張しちゃったからね、ちょっと、うん、でも社長見てたのはドキドキやったな。神奈川今日までじゃない？ちょっと待って、そこごめん、なんでここふわっとさせちゃってしまったんだろう。ねえ、神奈川今日までだよみんな。神奈川今日しか買えません。やばみ、話すと思ってなかったこともやっぱ話したから。そうだな、でもアップガニキに入る前の話が結構したよね。よくない？アナザースカイ出るときロッカー開けに来ましょうって。来たい。カジノ人が2階ダンドライブ見たらもう離れられないよなって。ガッツリキャッチですか。いやそんな、でももっと頑張ろうご飯が怖い話、いやこれすると思わなかった私。そう、ご飯がすごく怖い、ビビっちゃうんですよご飯に。うん、カリさんの話はびっくりしたよね。そうだよね、そうね、まあ、ね、結局最後仮に遺跡みたいなのはお断りさせていただいてしまったんだけど、すごく私の中では大きい出来事だったのかもしれないですね挑戦しませんから、こんなに。そう、挑戦はもうしないっていうばあちゃんに言ったな、懐かしい思い出は、うん、よくわかんないけど、カジに元気出してて肩つかんでガシガシしたいってして、よし勝手に、ね、やっとくシミュレーション通りの話はね、バスケの話は割とそうかも、いや言えるかなとか思ってたり。でも私は2期頑張りたいっす、やっぱり。むしろ挑戦ばかりの職場に、いや本当にすごい、私よくここ来たなって。私もさ、なんかアプガニ機に入るまでの道のり、入るまでの道のりが結構スポッて抜けてるのよ、うん、なんかそこが不思議ないんだよね。今だったらなんかギター始めたきっかけとかも覚えてるじゃん。こういうことを思ってこう思ったから、ここでギターを買って作曲をして、アプガニキに曲を作りたい、
って思ったっていうのがあるじゃん。でもさ2期に入るところだけスカンってなってんだよね。なんでだろうね、わかんないんだ。ほとんど噛んだりしないし聞きやすい話し方でも結構早口だったっしょ。ありがとうね、嬉しいです。とっても、その時ガールズライブ見ててよかった。本当に毎週録画してたから見てたけど、というのは私の話でもあるので、いやでも、あんまり多くのなんとかなんて送ったんだろうって見返したりとかしてるんだけど分かんないんだよね。いまだに残ってんのよ、生オーディション特番 YouTube 配信みたいなとこ来てんのよメールが。そうそう、その前日ぐらいにハロプロのチケットのさ入金とかしてんだよね。アップアップガールズ過去2期のオーディション参加、みたいないろいろ来てはいるんだよメールでね。これが一番最初のメールか。一次審査を通過しました、二次審査のご案内ですとか来てるのよ。メールは取っといてあるんだよね。やっぱ審査内容、アカペラワンフレーズ、楽曲自由、自己 PR、 質疑応答。親友に読んでもらったメールです。走って会いに行ったななんかすごい遠いんですよクラスが、端から端ぐらいだったのに。そういうの本物かどうかも信じにくそうでもね。そうなんだよ、真相は社長が吐いてくれることを願うってなんでさ受かったのか分かんないんだよね。本当誰も覚えてないからさ。そうそうそう、なんで通ったんだろうね。いや本当に覚えてないのよ。私はでも熱があったことだけは覚えてんだけどね。でなんか結局途中で声じゃなくて次の日に熱出したことは覚えてんのよ。そうそう、めっちゃ熱あった、なんか熱だったな、なんか知恵熱かな分かんないけど、そのままアルバイトに行ったんよ審査終わって。ママに迎えに来てもらって、その時はまだね元気だったんだけど、なんかバイト中どんどん声出なくなってきて、やっぱり辞退しようって少しも思わなかったんかなって思った思った。全然思った、逃げ出してやろうって思ったなんかでもメールが、いやでも持ったよやっぱり。ビビり散らかしてたもんねその時。顔出さなきゃいけないんだとか、受かるんだったらいいけど受からないんだったらただ顔出すだけやんみたいな、すごく学校にもバレちゃうしどうしようみたいな感じで、すごい悩んでったよね。行こうってなったの、ママに言って行ったな。一日で終わると思ってたからさほぼ歌わりなくアナリコーダー担当の2年間きつかっただろうなまあね、まあきつかったっていうよりもメンバーが本当に素敵な歌声だったりパフォーマンスだったり魅力がすごくある中で、私一人だけ何をやってんだろうっていうのできつかったって感じかな。
なんか自分がなんかこう全然歌われないし目立たないしってよりかは、なんでアップが2期に私は合格したのでやっぱ落ちた子の顔も浮かぶしっていうのが一番大きかったんだね。で私辞めた方がいいかなとか思ったりもしてたけど、そうそう、いっかないんだから当日マジック、いやもうほんと当日まで結構ふわふわしてたから、朝100均行ってくっトラブ買ってトラブ買ってたわ。ほうちゃんひっついて、ほうちゃんにひっついて行ったことじゃなくて分かってよかった。そう、ほうちゃんとオーディションが前後で、ほうちゃんと書類の紙が重なってたんじゃないかっていう風に思ってたんだけど、それはね違うみたい。そんなバカなことはしないって社長が言ってたから、よかったやっぱ何かあったんだな私に、知らんけどそうだね、うん、バレたらまずかった、うん、学校にバレてない方がやっぱバレ前例はなさそうだったしね。あ、前例はないわけじゃないと思うんだけど、あい、うん、芸能の方いらっしゃるはいらっしゃるんだけど、その現在校生にはいなかったから。初めての特典会で最初歌えなかったんですよって言ってた、そ裏にそんなこと話があったのは衝撃だってまあそうやね、確かにね、うん、めっちゃ面白くない、ラッキーって感じで、ラッキーって思ってたもん今なら思うけど、カジノ何かを見抜いて山田さんがすごい覚えてないけどって、社長本当にありがとうございますだよね。でもさ、こうなんか2期の安田圭さんっぽい感じの枠で撮りましたって社長は言ってたんだけど、私別に面白いこともしてないんだよね。面白い、安田圭さんが面白いって言ってるというよりかは、なんかあのなんか親しみやすい雰囲気みたいな感じってことでしょ。なかったと思うんだよね。だから大丈夫かな、なんだろうね、何で撮ったのか分かんない。しかもさ、歌もさ、なんか歌ったけど、で社長すごいよ、すごいっていうか、なんかありがとうございますだね。なんか間に合ったって、はい間に合ってる、全然間に合ってる、ありがとう。でも最初本当になんでよかったのかな。カジがいなかったら2期に出会ってない人いっぱいいるでしょ。そうだったらいいな、なんかちょっとでもね、そうなってればいいな。安田圭さんめっちゃ優しいですよ。私2人で1回レポーターやったことあるんですけど、マジで優しいし、あ大丈夫、緊張しないで頑張ろうねって言ってくれたのめっちゃ覚えてます。面談で親と一緒とかなかったの？ありました、三者面談の時に言われた。3社目だってか、ママ連れてって社長と私とママ3人で話した時に、会社を合格したのは賭けだみたいなこと言われてそうっすよねみたいな。でママが言ったんよそうね、ママが最初になんでこの子ってなんで受かったんですかみたいな、なんか聞いて隣で私も聞いちゃったと思って、じゃあなんかでも鼻リコーダーのことも言ってたけど、その時もリコーダーやってたから、そうそう、めっちゃ面白かったなそうそう懐かしい、ママがもううちみたいな喋り方なの割と。そう、あとの どうしてうちの娘を買ったんですかねみたいな感じで面白いじゃん、すごい面白かったです。でも受かった瞬間に電話したの、パパに電話したね、泣きながら、あ、受かりましたみたいな、帰りますみたいな電話して、事務所の前で電話して、とりあえず帰ってこいって言われた家族はね、まあ大賛成ではなかったけどね、やっぱり不安の方が大きかったと思うし、
今でも芸能を続けてることに対して不安はたくさんだから、今すぐにでも不安をなくしてあげたい気持ちはあるし、パパは特にすっごい不安やと思う、今やってるのも、うん、姉ちゃんのリアクションは「パパとママが言えなかったことを言ってくれたかもね」多分パパとママは私が決めた道だから応援しなきゃっていう気持ちが絶対あるなっていうような言い方だったのよ。でも芸能界だし前例がないし、鹿島家にはそうでやりたいとか言ってたわけでもないし、正直やんないでほしいって思ってたと思うので、私が向いてるとも思えてなかったと思うから、今までいろんなものに挫折してきた人間が一番大きい賭けに出てボロボロにやって帰ってくんじゃないかって多分思ってたと思うんで、パパとか特にお前にできんのかっていうのはちょっと感じてたし、デビューしたての時とかもものすごい心配してたし、いっぱいいろんなこと言われたしね、そう名前もで一発でバレるしそれは思ってたんだけど、姉ちゃんがそれパパとかママとか絶対うちにそんな直球にはやっぱ言わないわけよ。姉ちゃんがカレンダーの前に立って言ってたの覚えて、何日に何があんのって言われて、なんか何日にお披露目があるって言ったら、どうすんのあんたこれからって言われて、これで頑張ろうと思って言ったら、学校はって言われて、一本でやろうと思ってるみたいなって言って、はって言われたそりゃそうだよね、姉ちゃんがなんか一番現実的な話はしてくれたかもね、そこで、うん、そんな簡単にうまくいかないからね、なんか途方に暮れても知らないからみたいなこと言われて、確かになと思ったそう、うん、そうね、でも姉ちゃんがそれで言ってもう後戻りはできないと思ったし、絶対悲しませるっていうか、かっこ悪い帰ってき方はしたくないなっては思った、本当に、うん、覚悟をもうバンバンに家族からはやるならやるのかみたいな感じだったね。でも本当にそれぐらいの覚悟がないとこの世界には入れないっていうのはもう私はすごく思ってたので、私がハッピーにできるようにこれからも頑張ります、うん、常にかっこ悪いな、だって大丈夫、カジがいるよ、カジもめちゃめちゃかっこ悪い人間だったから、そう私は自分昔の自分は思い出したくないもんね、そういう時もあるよね、姉島さんに対しては簡単、好きな声優さんと共演したら勝ちいやでも本当に姉ちゃん私明日宮野真守さんと共演しますとかいつか言いたいよねって言ってでもそんな簡単な話じゃないですけど、でも今のところ姉ちゃんの好きな推しとかとは共演したことは一度もないです、すごい、いつか頑張りますいつか頑張ります、それどんなリアクションなのか想像つかないだって、いや本当だよね、うちも想像つかないです、マウント取っ、姉ちゃんにマウント取ったことないな、取りたい、何でマウント取れるかな、あでも料理作った時はちょっといい顔してますふんみたいな、冷静さ保ちそうだけど裏では悔しがりそうって、
姉ちゃんが悔しがってる姿って見たことあるかな。なんかバスケの試合に負けて悔しがってる姿は見たことあるけど、あとな当落ねライブのライブの当落で落ちた時うーってよく言ってるけど、それ以外であんま見たことない。なんか人をなんかあんまり妬んでさ言うタイプでもないしね。あの人すごいよね。なんか今もほんと何なんだろう、あの人って。死ぬほどポジティブ人間だし、人の悪口とかあんま言ってんの聞いたことないし、うちのこと言ってくるけどあんま聞いたことないし、あいつ嫌いなんだよねとか実態の聞いたことないや。はあ、すごいね。何なんだあの人は。悪口はあんまりこう言わない。いいですね。なんでですかあ、でも どうだろう。でもそう、嫌なとこついては来るけどね姉ちゃんは。冷静なんだよ。真逆なのよ。不思議じゃない。私なんかあーはーっていつもなってるけど、姉ちゃんはそうやってやばいやばいってなってるの見たことない。あ、当落以外ね。当落はすごいよ、うちの姉ちゃんは。うわーみたいな感じで。当落以外ね。当落以外、当落以外は無冷静です。当落はもうものすごいよ。すごいよ。当落の日はもうすごい。あと推しの誕生日の日ねは楽しそう。ケーキ買ってさ、おめでとうってやってるよ。すっごいオタクだよね。昔私もそうだったんですよ。今はもう何にも行けてない。ライブも何にも行けてないけど、推しとかあきちゃんにもね職権乱用してやってるだけだけど。パパは あのね割とねいろんなのに、ね、ハマる。あ、いろんなのってパパは結構幅広いんですよ。なんか昔のドラマにハマって見てたりとか、一個のドラマにハマって見てたりとか、アニメもだから僕のヒーローアカデミア面白いんでしょとかこういとこに言ってたりとか、結構これがすごい好きでっていうのはないかな。うん、うちの姉ちゃんめっちゃオタクよ。ちゃんとオタクよ。ガンダムは好き。ガンダムパパめっちゃ好き。父さんにもやるじゃんって言われることあるといいねって。すごいじゃんとか言われたことないです。アフガニキになってからはすごいじゃんはないけど、大変だねはすっごい言ってくる。昔のドラマって何年ぐらい、あの ビーバップハイスクール合ってるかな。ちょっと待って、違ったかな。パパが好きな、合ってるかな、違うかな。違うか、これじゃないや。あれなんだっけ、ビーバップハイスクールは。ビーバップハイスクールの話をしただけでめっちゃハマってたの、これじゃないな。なんだっけ。スラちゃんちゃん、忘れちゃいました。すっごい見てたのに、パパ実家にいる時めっちゃかかってたのに忘れちゃった。忘れちゃいました。なんだっけな、渋垣隊さんのドラマだった気がするんだよね。なんだっけ、思い出せません。思い出せません。湘南暴走族、違うな。
かんない。あ、金八先生じゃないです。金八先生じゃないな、なんだっけ。あれ映画か。わかんない、思い出せないな。なんだかな、見てたんですよ、パパは。パパでも結構映像ものが好きかも。物語系が好きなイメージです。あとゲームとかも昔はすごい好きで、一緒に いろんなのやらせてもらったりして、正月か、正月は家族、じいちゃんはやってないけど4人で、64のDD コングレーシングをやるっていう。で、私わざわざ実家、この家から自分のスイッチ持ってって、なんかマリオパーティーやろうぜみたいな感じで行ったのに、結局64みんな引っ張り出してきて、なんか DD コングレーシングやり始めて私持ってった意味全然なかったんですよね。でもすっごい楽しかったいや、マジマリオカートもめちゃめちゃ持ってるし、めっちゃ楽しいんだけど、マジでマジで DD コングレーシングやってほしい。鹿島県の64すごいでしょ、動くんですよ。 DD コングレーシング面白いよ。ディリリンディリリリリリンディリリリリリンディリリリリリンってこうやって動いてるのみんな。それで3つ乗り物が選べるんですよ。で、車と飛行機と浮き輪でめちゃめちゃうち浮き輪でいい。浮き輪すごい好きなの。ホビーじゃない、ホバーか、ホバー。でも浮き輪クソ遅いんだよねでもホバーだったら勝てるんよね、みんなに。ホバーめっちゃ、そう、ホバーっていう浮き輪の乗り物があるんだけど、ホバーめっちゃうまいよね。私なんか森に住んで、そんな生き物たちが車に乗ってレースするっていう、でバナナ取った方が速くなるみたいな、そういうやつなんだけど、マジでママがめっちゃやり込んでたらしいのよ。なんかタコとかに追いかけられて、なんかそのタコに勝つと新しいエリアが開くとかさ、なんかいろいろあるんだけど、ママがめっちゃやってたらしくって、ママが、ね、地味に上手でね、めっちゃ面白かったで姉ちゃんもね、やっぱね、何でもできる。姉ちゃんゲームもめっちゃ上手なんですよ。そう、姉ちゃんめっちゃゲーム好きで、なんか姉ちゃんね、あんまゲーム買ったことないし、俺もかなピー、みんなゲーム好きです。パパ、私が生まれたてくらいの時にママが、まあ、主婦やん、でお家にいてパパがお仕事行って時にあれやってたって言ってた。なんだっけ、ゲームボーイじゃなくて、なんだっけ、なんだっけ、ゲームボーイじゃなくて、何あれ、セガサターン、セガサターンの緑の生き物のやつらしい。おお、めっちゃなんか全クリするのパパとママで頑張ってやってたらしい。緑の生き物なんだって。これ何だろう、うちでも生きてない、生まれたてだから知らないんだよね。緑の生き物、これだ。ハグじゃバグだって。バグジャンプしてぶつけて、あれ、バグジャンプして踏んづけちゃってぺっちゃんこだって。バグっていうやつをめちゃめちゃやってたらしい、ママが。パパが仕事行ってくるからやっといてみたいな感じでママに託してやって託してたらしいっていう話をパパから聞きました。楽しそうで、ような料理ですけど私もやりたいかったけど、セガサターンはどっか行っちゃいましたって言ってました。でもそれでパパがさ、ずっと結構ガンダムとか
やってるのを見て私もやりたいみたいな感じでゲームはめっちゃやってた。だから私は高校の時バイトやってなかった時はマジでスプラトゥーンしかやってないっす。1日8時間とかスプラトゥーンやってました。 Wii U で遊びにも行かずずっと家でスプラトゥーンですよ。ママがすごい好きなの。ママはねハマるのすっごいハマるんで、なんかリズム天国にめっちゃ一時期ハマってた時やってめっちゃ面白かったんで、ママリズム天国やってんだけどあんまり上手じゃないの。でもちゃんと全クリしてたし、そう。でもママさんリズム天国なんだよね好きなのが。はいはいはいあはーいほっほっほっつってやってんの夜中に怖くない走れもうすぐの帝国歌劇団。そうそう、私がリズム天国買って自分でママに貸したり。でもママがもっとハマってたのはあれです、スマホのゲームなんだけど、なんだっけ、星の島のにゃんこ星の島のにゃんこです。星の島のにゃんこっていうのは猫の島なんだけど、そこで稲を植えて米を作ったりキャベツ作ったり収穫して作るんよ、パンとかオムライスとか作るんよ。牧場物語的な感じです。でなんか猫が足りねえ猫が足りねえとか言ってさ、めっちゃ猫雇っててめっちゃ面白かった、うん、でなんかすごいハマってたので、なんか時間見てなんか収穫しなきゃとか言ってたんですよ。でめちゃめちゃママ頑張ってね、おにゃんこおにゃんこだってにゃんこにゃんこやってたんですけど、スマホを変えたらデータが全部飛んだらしくって、もう一からその島を立て直す気力はなかったらしくやめてました、うん、でつむつむにハマって、今マジつむつむマママジ強いよ。なんか意味わかんないぐらいアラジンのさ相方なんだっけ、ジャスミンか、だから意味わかんないぐらいジャスミン強いんだよねママ最高のランクまで行っちゃってんのよジャスミンが。今もめっちゃやってるよ、なんかハートがもうすぐたまるとか言ってやってますやってます。でもなんかすごい新キャラみたいな頑張って集めて、無課金で無課金、もちろん無課金なんだけどすごいやってた。私はハチプーが好きでした。ハチプーママがずっとハマってる。でもパパは野球のゲームをうちのいとこ高校あここうちのいとこ高校無事、合格してました。はいそれ別にいいか。3人いとこがいて、長女次女長男っていうこの年齢中なんだけど、無事に合格してたので、お家おいでっつってやっと来てくれる、受験生だったからお家呼びました、やっと来てくれます。マジで合格祝いしよう。その子と同じ野球ゲームやってるらしくって、なんか2人で対戦してるとかなんとか言ってます。姉ちゃんは姉ちゃんが今そんな猫のなんか そんな なんかニャンコーンの島のなんとかみたいな的なのやってんの。姉ちゃんはあれよりも規模がちっちゃいやつなんだけど、また猫動かしてました。猫またニャンコ働かせてますよ。うちの姉ちゃんもスマホの中で猫働かせてます。ショールームさんだ、
私はスマホで何もやってないですね今。TikTok 見てます。TikTok 楽しいよね。はい、な感じかな。ということで長々と結局家族の話が多いですよね私のショールームは。楽しんでいただけましたか。また明日もね配信させていただくんですけど、明日は撮影なので全力で頑張っていきたいと思います。まだ12時だ。TikTok ハオイに教えたらハマってずっと見てます。え、うちのママもなの。ね、うちのママもなのよ。ママも TikTok でなんかめっちゃ猫見てたね。猫猫。ということで明日もあれチェキ会？え、何？チェキ会決まったの？あ、いけるやつか。ちょっと待って。何も決まってないです。ごめんなさい。どうしよう。ちょっと話し合います。うわ、そっか、忘れてた。やば。え、でも一気の楽しいチェキをゲットしてください。よろしくお願いします。んじゃあ今日はこの辺で。つまぞ、また会いましょうね。お手を拝借。せーの、以上です。みんなこれからもお返しもよろしくお願いします。バイバーイ、ありがとう。ウーパールーパー。